メモが増えていくと古いメモはどんどん追いやられていきます。メモの右上のメモを固定をクリックするとメモが最初に固定され、メモを追加しても固定されたメモは動きません。複数のメモを固定することもできます。超絶簡単です。